沿線開発は新規に開発される道路や鉄道路線等、交通施設や交通機関が計画される際に、その沿線の沿道や駅周辺等において新規に行われる開発事業のこと、公共交通志向型開発の一種。その意味で日本の鉄道士と連動する、道路沿線開発では自然保護と、 沿線開発を目的に整備された道路パールロードなどがある。バグダード鉄道のように、ドイツ資本のバグダード鉄道会社に付設んと沿線開発の権益が供与された今夜バスラ間の鉄道もある。ベッドフォードパーク鉄道沿線開発で最初、例とされている。その後、シャーロットのディルワースやマイヤースパーク、アトランタのデュリードヒルズなどのような市街電車で、 結ばれた郊外の地は上流、中流の過程に市街地の雑踏から逃れた広々とした住居を提供していくことになった。朝鮮半島における鉄道の敷設は1899年9月18日のソウル二川間の経費都市線の開通によって始まるが鉄道敷設への関心はそれ以前1876年2月27日に締結された。 高下登場役に遡る。本格的に計画が開始されるのは日清戦争以降である。日本政府は1894年7月に、京城一富山間の京府線と京城一二川間の京比都市線の鉄道敷設計画を開始し、1894年8月20日に京府線、京比都市線の鉄道敷設権を獲得。そして、 1899年に経費都市線を開通させると経府線付設に向かう。1900年1月23日に経府鉄道株式会社の発起人総会が開かれ、1901年6月25日に同社が設立された。経府鉄道株式会社は経費都市、鉄道株式会社を買収し合併することになる。施設鉄道であった京府鉄道株式会社は、 1906年7月1日に、東幹部鉄道管理局の設置とともに同局に統合されまた、同年9月1日、軍用鉄道である、臨時軍用鉄道幹部に統合されて、国鉄が誕生することになる。鉄道の敷設と鉄道庁の形成について、朝鮮総督府は、国鉄が設立された以降も、鉄道の迅速な普及のために、施設鉄道の敷設を奨励。 1909年11月に、富山追イ到来間に鉄道を付設した、富山機動株式会社を、はじめ、全北県弁、西京炭鉱、朝鮮中央、南朝鮮、朝鮮食産、朝鮮森林、両家宅林、金剛産電気、朝鮮喜び南、朝鮮産業、北線、朝鮮京道、京春電気などの鉄道会社が、鉄道建設を行う。そして、 朝鮮、新港、朝鮮喜び南、朝鮮経道、金剛山電機、南満州、タスナ島、三両京春、朝鮮平安、段階で、平北、西新田中央、富山林港、朝鮮石炭、北線拓殖、全南鉄道株式会社などの会社は、鉄道沿線に、職員の住居として、社宅を建設していった。 鉄道社宅は1899年以降1945年の開放まで持続的に供給されている。昭和に入ると朝鮮総督府はこうして次々に建設されてきた私鉄の買収を始める。京府線と京備線の買収がその最初で1926年には朝鮮鉄道12年計画が立案される。国有化された私鉄はすべて 国鉄の季節線、建設中の線路と関わっている路線である。すなわち、国鉄と私鉄を連結し、統一的経営、管理を行うのが目的である。日本の鉄道においては、対象、京阪神では、関西私鉄など関西の大手私鉄は、各社が沿線開発に注力、小林十三が率いた阪神急行電鉄、後の阪急電鉄のように、 美濃有り電気起動、また百貨店などの副業を路線付設とセットで行うなど、宝塚線の開業時と同様、沿線開発も進めている。阪急神戸本線などルートを沿線開発を考慮して、人家のほとんどなかった場所を通したため、過疎で乗客数は多くなく、必然的に沿線開発と阪神間直通客の確保に力を入れざるを得なくなったものや、 神戸電鉄三田線のように、区間については、沿線開発による地下高等から複線開用地の買収が進まないという事態も常時だが、多くの路線を敷設し、鉄道会社が中心となって、沿線開発を進めた。南海電鉄は、南海橋本林間電園都市など、高野線沿線の開発に力を入れ、勝負地駅は近鉄にとって、沿線開発のルーツとも呼べる場所とされる。 昭和初期からは、郊外に住宅地を開発するために鉄道が敷設され、それが現在の鉄道網を形成する原因になった。東京でも同様の開発が生じ全国に波及した。名古屋鉄道では、南千下ビーチランド、内海フォレストパークは、名鉄千下新線の全線開通に伴う、沿線開発の一環として開業したもので、その他新米港、 ガマゴーリなど海辺を中心とした沿線開発も行われる。世田谷区は東京急行電鉄や東京信託会社などによる早期の沿線開発により区画100平方メートル内外を一軒とした大規模な住宅街区が形成。その後1960年代から70年代前半にかけて大都市圏では農地の急速な宅地化が進行、宅地化は私鉄による 沿線開発、デベロッパーによる大規模商業施設の開発、そして旺盛な住宅需要に牽引された。大都市近郊の純大手施設は沿線開発や駅周辺の商業施設の運営に関わっていく。沿線開発の他例では娯楽施設などの建設もあり、野球場の例では長岡市有休山の球場は、 越後交通都庁線の沿線開発という客を目指し、鳴海球場、あぐい町立あぐいスポーツ村野球場などは、名古屋鉄道が沿線開発の一環として整備を進めた。JR 東海矢ごと球場や博多湾鉄道基線などでも沿線開発として1932年に西鉄貸駅周辺に阪神電気鉄道が鳴尾球場、 阪急の西宮球場などを建設していった。他には、東京横浜電鉄が、龍馬院の辞書を買収し開園した、大倉山公園のように、公園整備やバラ園の造営、京阪電気鉄道平方パークなどの遊園諸施設などを改良し、旅客量の増加を図った。東京ディズニーランドオリエンタルランド計画は、京葉先進気路線の沿線開発の一つである。また、 オリエンタルランドは、京成電鉄が開発したものである。つくばエクスプレス沿線では、つくばエクスプレスタウン、流山新市街地,地区整備などで、中、野の下、全平井、小牧、五平井、重井、芝崎、西平井、若芝、ひれがさき、などが開発され、流山大高の森駅南口公園が誕生した。新都市中央通り沿道は、 商業地や住宅地として整備。筑波未来市では未来平地区、富士見川丘などが開発された。開発は鉄道事業者が自前での開発が主流であったが、その後開発事業者が鉄道布設と一体となって沿線開発するというスタイルと埼玉高速鉄道線の開業まで鉄道が通っていなかった鳩ヶ谷市などのように布設が契機となっての開発例。 路線開業を見越して、また開業して、沿線開発が進展という例なども多数ある。その後、西部不動産、小田急不動産、京王不動産、京成不動産、東急不動産、西鉄不動産、総鉄不動産、近鉄不動産、名鉄不動産、東武鉄道の東武工業といった沿線開発と観光開発や開発地の土地管理を主な目的として、 関連会社を次々設立していく。またこうした不動産開発のノウハウを活かして自社沿線以外で土地開発を行っていく。なお、民鉄が土地区画整理によって開発した住宅地のうち、田園都市による仙足と玉川台、箱根土地による国立大学前の散弾地は1927年の審査標準による指導以前に高地整理法に基づく。 土地区画整理で開発されている。他に、京成電鉄による、千字分上地と東部鉄道による時話台の2団地が、設計標準策定後に、旧都市計画法に基づく、土地区画整理で開発されている。第二次世界大戦前から、大都市圏の大手私鉄各社は、沿線開発の一環として、大学等の高等教育機関を招致する動きを、見せている。 事例は数多くあるが、これが沿線開発を推し進める結果をもたらし、沿線開発の進行とともに乗客が増加して、収益を上げていく。自社沿線で展開した東急などは、後藤財団による大学経営にもいくつか参画する。学園長も参照。事例としては次のようにある。路線別での開発状況例としては、次の通りのものがある。鉄道施設を機に、 住宅地として開発された例としては以下のものがある。ありがとうございます。